どうも皆さんこんにちは、着伐です。本日はですね、JAL カードショッピングマイルプレミアム年会費改定のお知らせプラスアルファ解説ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということでこちらですね、先月の1月の31日にですね発表されてしまったんですけども、 JAL カードショッピングマイルプレミアム年会費改定のお知らせということで、残念ながらですねこちらの費用値上がりということが発表されてしまいました。ということで今回の動画ではですね、こちらのショッピングマイルプレミアム年会費改定のお知らせとですね、ちょっとプラスアルファということで、またね JAL のニューヨーク路線のね話もありますので、本日はねこちら話ねしていきたいななんていうふうに思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで JAL ショッピングマイルプレミアムとはという話なんですけども、こちらねあの JAL の普通カード、 JAL のクラブ A カードをね保有されている方は、まあ、入っている方がね多いと思うんですけども、こちらね加入していただくと100円で1マイルね貯まるようになって、またね特約店だとさらにねマイルが貯まるっていったね形になるわけなんですけども、このねショッピングマイルプレミアムがですね、残念ながら2023年の1月31日に年会費改定のお知らせがね来てしまいました。でどうやらですね2024年の1月からですね JAL っていうのは新ステータス制度がね開始になりますよね。まあこちらの動画でね軽く解説はねさせていただいてるんですけども、まあこれに伴ってですね今回ねこの JAL ショッピングマイルプレミアムのね加入の、まあ、年会費がですね改定されるっていう風になりまして、現在ねこのショッピングマイルプレミアムっていうのは年間3300円ねかかる感じなんですけども、これがですね4950円ということで結構上がりますよね。はい、ちょっとねこれびっくりしたんですけども、今後はですね4950円こちらねかかってくるっていった形になるんですよね。で今回ですね対象カードは普通カードとクラブ A カードっていう風になっておりまして、今まで通りですねクラブ A ゴールド、またね JAL ダイナースカード、プラチナカードに関してはこのショッピングマイルプレミアムっていうのはですね年会費無料っていう風になっておりますんで、まあここら辺の方はですね基本的に影響はないんですけども、まあ普通カードとクラブ A のねカードを利用されている方はですね今回のね値上げが、まあ、適用になるっていった形になるんですよね。で今回ですねこのショッピングマイルプレミアムの料金がですね改定になるんですけども、結構ね細かく分かれておりまして、すでにですね JAL ショッピングマイルプレミアムですね加入されている方はですねクレジットカードの有効期限ってありますよね。こちらの画像になるんですけども、こちらの部分の有効期限、月とね、西暦が書いてあると思うんですけども、こちらのすでに加入されている方は、2023年の6月からですね、順次ね、年会費の新しいのがね、適用されるっていう風になりまして、有効期限月が、まあ、6月の方は7月1日から開始になって、新しい年会費の請求は8月からねされるって言った形になるんですよね。まあこの有効期限付きっていうのは人によってね違うっていう風になりますんで、まあご自身ね保有しているカードのですね有効期限付きをですねぜひねチェックしていただければなと思うんですけども、まあ次の請求ではですね費用が4950円にねなるって言った形になるんですよね。で次にですね、これから JAL ショッピングマイルプレミアムね入会する方に関してはですねこちらも決まっておりまして、まあ、初回の請求がですね2023年の5月までに加入していただくとですね旧のね年会費3300円が適用になって、まあ、次の年会費が4950円がね適用になるっていった形になるんですよね。で2023年6月以降にねショッピングマイルプレミアムね加入される方はですね初回からですね4950円が適用されるっていう風になりますんで、今現在普通カードとクラブ A カードね保有されている方で加入されてなくて加入を検討されている方は、まあ、2023年5月までにね入っていた方がお得っていった形になります。でまたですねこれから新規でねカードを発行して JAL ショッピングマイルプレミアムね加入される方もですね先ほどと同様で5月までにね入会された方は3300円っていう風になるわけなんですけども、もしね6月以降にね加入された方は初回からね4950円がね適用になるっていう風になりますんで、まあこちらに関してもですね早めにね、入会していただいた方が、まあ、お得になるっていった形になるんですよね。まあこういった感じでですね値上げはね発表されましたということで、
いやね、3300円から4950円って結構な値上げですよね。ちょっとね、値上げ幅がね、かなり多くて結構びっくりしたんですけども、まあこういった形になっておりますんで、対象カードのね、JAL カードの普通カードですね、あとクラブ A カードね、保有されている方は、ぜひね、有効期限チェックしていただければな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、昨日ですね、ANA のね、2023年の国際線便数決定のね、あのニュースを動画ね、させていただいたと思うんですけども、JAL の方もですね、こういった形で2023年度夏季国際線路線便数決定ということで、こちらですね、2023年の1月31日にね、発表されたわけなんですけども、まあ、こちらにね、記載されている通り、いよいよ新フラッグシップのエアバス350-1000がですね、冬季から羽田ニューヨーク就航いたしますということで、とうとうですね、JAL の新しいね、フラッグシップが約20年ぶりでしたよね、刷新されて東京羽田ニューヨーク間ですね、導入されるっていうことが発表されたんですよね。いやー、これはね、本当に楽しみにしておりましたので、非常に嬉しいですね。で、導入される時期なんですけども、2023年の冬季ダイヤ中っていう風になりますんで、まあ、次の冬になりますかね。はい、非常に楽しみですね。羽田空港からニューヨーク路線ですね、このエアバス350ね、ダッシュ1000がね、投入されるっていう風になりますんで、この前ね、12月末にね、私ファーストクラスね、乗らせていただきましたけども、あの時はですね、トリプルセブンっていう風になりますんで、またね、次のエアバス350ダッシュ1000ね、どんな感じなんですかね。一応ね、私が見る感じだと、座席等々はね、まだ公開されていないと思いますので、まだ見ることはできないと思うんですけども、ANA のね、777の今のザ・ルーム、ザ・スイート、まあ、昨日ね、動画にもして、今ニューヨーク路線取りやすいですよって話をさせていただきましたけども、あれもね、たくさん利用させていただいて、いや、非常にね、良かったんですよね。あれも新しい新座席っていう風になるわけなんですけども、まあそれのね、あの JAL 版っていう風になりますんで、どんな感じになるかね、非常に楽しみですよね。あれだけね、ANA が個室感をね、出したビジネスクラスをね、発表したっていう風になりますんで、まあ JAL もですね、かなり個室感の強い、ビジネスクラス、ファーストクラスになるのではないかな、なんていう風に思ってるんですけども、まあ逆にね、ちょっと全然違うようなね、感じで来るかもしれないので、まあこれもね、非常に楽しみですよね。ということで、おそらくね、ファーストクラスがね、まだ設定される飛行機になるのではないのかなっていうふうに思っておりますので、こちらね、皆さん非常にね、楽しみにしてると思うんですけども、次のね、冬には就航してるっていうふうになりますんで、またね、ニュースがありましたら、私の動画でね、取り上げたいと思いますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。でですね、非常に私としてはですね、本当にね、アラスカ航空のマイルでね、発券できるといいですよね。まあ、これがね、2022年、12月末にですね、アラスカ航空のマイルは、変更されて解約されるんじゃないかっていう話がね、ありまして、結局解約はされなくて、今もね、普通にそのまま変わってないんですけども、まあ、もちろんね、変わった部分はあるんですけども、まあ、日本路線はね、変わらなかったということで、今後1年間ですね、ちょっと変わるかもしれないですし、変わらないかもしれないんで、まあ、ちょっとね、変わらないでほしいですよね。ビジネス、アラスカ航空のマイルであれば6万マイル、ファーストクラスは7万マイルでね、アラスカ航空のマイルで発券することができますので、まあ、ここら辺もね、ぜひこれでね、利用させていただきたいなっていうふうに思いますよね。ということで、今回ですね、JAL ショッピングマイルプレミアムの年会費改定と、JAL がですね、東京ニューヨーク路線ね、エアバス350-1000がですね、とうとう次の冬からですね、導入されるということで解説させていただきました。ちょっとね、ショッピングマイルプレミアムの年会費改定はね、ちょっと残念なんですけども、東京ニューヨーク路線ね、エアバス350-1000、こちらね、非常に楽しみですね。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。